どうも、俺たち下流です。おはようございます。今回は花札。イエーイ。花札なんですけども、はい。私はある程度ルールは知ってて、はい。リュウジさんが全く知らない。いや、正直一度もやったことないかも。せやろ。うん。やりや。せやろ。やりや。こんなえもやりや。ほんま。初めてキスするときさ、わからんかったやろ。うん。うん、でもキスしたらキスってこんなええもんなんやって思ったやろ、うん、全く一緒の現象起こります。ほんまもうこれ覚えたらお前もう例え下手すぎるんやから手出すな。むちゃむちゃです。だいたいキモいし、むちゃむちゃ言っとることキモすぎるし、まあ軽く説明しますよ。ちょ教えて、俺わからんわ。全部で48枚あります、うんうん、4枚1組が12セットあると思ってます、うんね、でいろいろ札をねこう取り合っていく中で、うん、どんだけポイントを貯めれるかっていうことです。まあね、正直、はい、本当に全部説明しようと思った僕はさっき事前に受けたんですけど、うん、それは30分ぐらい結構時間がかかったから、はい、ちょっとかかる、うん、まあなんかこう概要欄なりなんかあるのかな。そうそうそう、概要欄にこの今概要欄 これは指輪物語がやってくれるこの概要欄にねルールが、はい、もうだから正直説明してもわからんから、うん、やりながら説明します。はいはい、ということでこれをシャッフルしてください、うん、はい、シャッフルっていうのはこの、ね、両手を使ってそれはいけるバラバラにしていくやつで。いやでも正直ほんまに俺ちょっとさっき説明受けて思ったけど、うん、ちょっとむずすぎるんだ。あーって最初思うだけ。俺ハマらん可能性全然あるよな正直。いやもうみんな最初そういうだけ。いやポーカーとかはすぐめっちゃやっぱシンプルやったし、はい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 、うん、で麻雀も言うたらあのむずいとは言われてたけど、うん、ここまでじゃなかったよなむずさが。はい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 、うん、覚えれたよな。麻雀よりちょい簡単くらいかな。これまあとりあえずデカ札1枚にしますわ。はい、で、まず手札、うん、1人8枚ずつ配ります。多いな。これ8枚からスタートですね。1人、ほんまこれ相手には見せないんですけども、はい、今回は見せながらやります。はいはい、でこの8枚が配られて次に場に8枚、はい、1,2,3,4,5,6,7,8枚ありますね。はい、この状態からスタートします。はい、親と子としましょう。親と子とかあるの？あるんですね。まあで、まあ、親からスタートとしますよ。まあ私この柄あると思うんですけど、うん、この柄を欲しいなってなったら、うんうん、場にあるやつ、これ似たやつ4枚1組であるんですけども、絶対にその一緒のやつがこの場で言うとこれなんですよ。これ一緒の種類なんですけど、うん、これ欲しいってなったら私これを置きます。すると取れます。このどっちも取りますね。一旦一緒のやつがあったら取れます。俺騙されてんのかと思うぐらい意味わからんんだけど一緒手札と場、手札と場で一緒のやつがあって、気づいたらお前だけ得していてなんか増え取りますみたいなさ、欲しいやつがあったら取ります。うん、取るでしょ。すごいやん。で次この山札から取っても取らなくても必ず1枚出てきます。うん、取った後もしくは取れんかった時ね、場に何も被ってるやつがない。被ってるやつがない。これ、うん、例えばこれでいきますよ。うん、場に被ってるやつがない。じゃあ出すだけです。出すだけ。出すのは出すんや。出すのは絶対に出さないといけません。うん、で次に山札がめくれます。はー、でめくれたこれと一緒のやつが場にあったらそれも取れます。でも今回は一緒の種類のやつがないので場に置きます。で親のターンが終了。次リュウジさんこのターン一緒のようなやつあると思うんですけども、どれだと思います？こいつとこいつや。これはね手札ではできないですよ。
手札と手札ではできない。手札とバーの一緒のやつを探してください。手札とバーの一緒のやつ、これが似てますよ、これがね。うん、やけど、はい、じゃあこれそう、取りますってなったら、はい、はい、取れました。ましたで、取っても取らんでも、うん、絶対山札から一枚めくれるんです。あ、なるほどね、はい、めくってください。はい、やめくれて、これに似たようなやつバーにありますか。これは違います種類が違うの。まあまあ初心者やから分からへん、はい、バーにはこれに関してはマジで分からん。一個もないんで、うん、これも残ります。これでこのターンが終了、はい、これの親子を繰り返して山札がゼロになるまでやります。まあ行きましょう、どんどん行きますよ、うん、で次私のターン、うん、まあこれ一生、うん、取ります、うん、で山札から1枚出します。これと似たような一緒の種類ないので場に置きます。でリュウジさんのターン、そう一緒のやつがある、取ります。山札から1枚めくります。これイノシシと一緒のようなやつはないので、うん、終わり。これは桜ですので、これ違います、はい、で次私のターン、はい、これね一緒のやつ、もみじのやつ、うん、取ります、うん、山札から、はい、めくります。一緒のやつがないので残ります。リュウジさん、じゃあこれ、そう一緒、イノシシとやつ取ります。うん、1枚出す。あ、同じや、同じ、そうこれや。そしたらまた取れるんです。あっ、そう、でもここで終了。絶対に山田1枚出たら終了。麻雀のアリスみたいな感じでどんどん行きません。ないんや、どんどん行きません。ないんや、これはだからラッキーで、次私のターン、うん、一緒のやつ取ります、うん、でこれ出します。で、うん、これも一緒、ほんまや、で取ります。でリュウジさん行きましょう、一旦行きましょう。リュウジさん、あ、これか、それとそれ一緒ですね、はい、はい、取ります。はい、ない。で次私のターン、はい、これ、うん、取ります。はい、で山札から出ます、うん、でこれも一緒なので、うん、取ります、うん、で次リュウジさん、もう一回行きましょう。な何してんの。もう一回行きましょう。なんかすごい、俺んとこなんかいい、もう一回行きましょう。リュウジさん、何してんの。行きましょう。ありません。ありませんけど出すしかないんです。絶対に出さないといけない。嘘の先生、絶対出されていけない。で山札から1枚出します。お、一緒や、一緒、きっと取ります、はい、で私もこれ一緒なので取ります。で次これで、取ります、うん、はい、で次リュウジさん、ちょっと今ちょっとごめんね、今うまいこと言ってないねんけど、めっちゃ弱いんじゃん。いやいやいや、今一個もうまいこと言ってないだけで大丈夫。で、はい、次リュウジさん、ない。でも出さないといけない。出します。で山札が1枚出ます。で何もないのでこのまま、で私も出します。山札これこれが取れます。リュウジさん、次、今1個もうまくいってない状態やけど。あ、はい、そうな、はい。じゃあこれ出さなあかんのかな。そう、絶対出さないといけない。これなんなん？そう、あるのよ、これの一緒の種類のやつが。なんかナルトのさ、俺の着とるそのイタチの T シャツみたいな。イタチの T シャツじゃない。みたいな色しとるけどさ。場に出します。あ、一緒。一緒のやつが出た。はい。で、取れます。一個もうまいこと言ってない。で、次バーに出します。もう一枚出さなあかんのじゃん、俺。あ、そうか、一回出した。出したやつが取れてる。で、はい。よし！これで、取れました。で、ここでね、取った中で、この、カスという札があるんですけども、はい。
貸すは10枚取ると1ポイントなんですよ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 ここでようやく下田が1ポイント取った取れたということになります、でこの1ポイント取れた状態で終わるかまだやるっていう意味の恋恋をするかの選択肢があるんですよ。ただもう私はもうあの自分の手札がないのでここは終わります。すると下田は今1ポイント取った状態です。これで1月が終了しました。ね、これで1月が終了しました。おもんないですすみません、待っておもんないです、待って、ね、マジでおもんない。これをわけがわからんから3ヶ月までやるか6ヶ月までやるか12ヶ月までやるか、あ、1ヶ月もしませんまあそう、これは最初に決めとかないといけないんですけど、じゃあ3ヶ月で終わりましょうってなったらこれをかける3するわけですよ。ポイント取るまでやるか山札がなくなるまで、でそれまでに、まあ、例えば私が5ポイント取ってて3ヶ月終了時点でリュウジさんが10ポイント取ってたってなったら10ポイント取ってるリュウジさんの勝ち。それしかわからん5と10で俺の方がでかいっていうのしかわからん勝ちっていうことなんですけども、が大体のゲーム性ですよ。この取り合う中で取った札ね、この取った札でどんな役を成立できるかが大事。ほー、はい、その一覧がこちらです。ブワーっとね、光札を5枚集めると5個と言って10ポイントもらえるんですよ。でこのまた恋恋の面白いところなんですけども、7ポイント以上取ると強制的に2倍になりますポイントが、はい、だから5個で10ポイント取ると強制的に20ポイント取ったことになります。恋恋やと違います。恋恋とは関係ない。7ポイント以上を取った7ポイント以上取った時点で勝負、まあ終了すること、勝負をするとポイントが2倍になります。7ポイント取っててさらにもっといい役ができそうだってなると来い来いって言って次の場につなげることもできるんですけども、これまだ難しいですよ。来い来いと言って続行した場合、恋は恋恋された人ね、恋恋された人が貸すを10枚集めたとしましょう。すると1ポイント取れますよね。でもここで終了した場合、勝負終了した場合、相手が恋恋しててこっちが1ポイント取ってるとその月のポイントは2倍になります。だから恋恋するのはリスクあるんですけど、かけすぎ、ちょうどええ量ください。このカレーはかけすぎです。リスクあるんですけど、いりません、リスクあるね。もうルーチカーのシチューみたいです。カレーシチューみたい。恋恋するのはリスクあるけど、さらにポイントも高めれるけどリスクもあるという、だから恋恋するかしないかがとても重要。あのもうボツにしますか。なんで、なんでだよ。じゃ多分な、お前の説明はまあもちろん分かりやすくは言ってくれとると思うんやけど、いやむっちゃ下手かも。あのな、要素が多すぎて、まあだからでも簡単な話、これを取ったところで、取った札でどんな役ができるか、イノシカチョウを集めた、でイノシカチョウを集めた状態で5ポイントで数を10枚で1ポイント6ポイントの状態、これ勝負って言ってもいいんですけど、あと1ポイント取ったら7ポイントになって、ここにあるのが2倍になるので14ポイントになれる。そうですね、そう、だからここ勝負しようか恋恋しようかどっちはって
ていう楽しみ方。わかんねー、わかんねー。相手あと1枚でカス溜まっちゃうな。うわ、6ポイントで終わらしとこう。いや、もう次の月につなげる。勝負終了みたいな。今ここほんまにむっちゃ素直に思んない。いや、これはもうね、やっていくしかないよな。多分やっていくしかない。一回やるか、一回やろう、うん、一回やろう。だからその3ヶ月とかじゃなくて、ちょっと1ヶ月でやらせてください。1ヶ月でやろう。うん、教えてくれる。楽しいから。ほんま、そう、楽しい。まあだからね、ちょっと1回やってみてのめり込んだらまたね。そう、ここあのね、ていうかまずこの恋恋の説明を 2,30 分でできません。あ、そうなんや。はい、そんなむずい。だからその麻雀説明、あれも3本で分けたでしょ。そう、そんくらい分けたい。そのいろんな役があるから。なるほどね。先に役を覚えるととっても簡単ですね、うん、じゃあ8枚取ってください。いや、これクソみたいなやつだったんじゃない。いや、全然全然。1、2、見てない。はい、3、4、5、6、7、8、8、4で、場に1、2、3、4、5、6、7、8ですね。わけわかんねえ。その何がこれ、わ、めっちゃいいの入ってるわとかがわからんから。そうですよね。うん、じゃあとりあえず私からいきますよ。はい、ね、これ、はい、梅をね、取りまして、はい、これができたので、これも取りますと。ほう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 。で、これカスはカス、タンはタンと言われてる。で、次、リュウジさんの番です。私。はい。え、ちょっと待って。あ、じゃあ、こんなんでやった方がいいかな。あ、いいですね。一緒ですよ。いいですよ。はい、はい。これをやって、はい、あ、ごめんな。いいですよ。で、1枚出す。1枚出す。これなんなん？これはちょっと、柳みたいなやつがあるんですよ。ほう。ちょっと難しいですよね。で、次私、はい、取ります。はい、1枚めくります。何もない。で、リュウジさんの番です。めっちゃ豪華よ。うん、これ今いい状態ですよ。なんやこれ。わけわからない。いい状態です、非常に。じゃあ、どうしよう、わからん。じゃあちょっと待ってよ、ゆっくりやるで。とりあえず、あるやつを出した方がいいですね。あ、いいですね。はい。で、一緒のやつがないと。はい、私ですね。うん、あ、出さなあかんか。そうです。そういうことね。あ、これが一緒ですね。はい。で、次、リュウジさんの番になります。どうしよう。ほわお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 。これかな？あ、いいですね。一緒ですね。4枚一組ですから。はい。あ、で、これとこれが一緒なので。あ、そう、取れます。あ、そう。ここでリュウジさんはね、リーチになってるんですよ。リーチ。はい、今カスが3枚、うん、タンが2枚、うん、で、種が1枚、光札2枚なんですけども、このね、光札が2枚集まってるでしょ。この光札も5枚あるんですけども、これを取ると参考という役になって5ポイント取れます。うん、なるほどね。はい、今熱い、今熱い状態です。うん、俺出しました。出して取りました。はいはいはい、すみません。で、次私ですね。はい、こちら、はい、花を取ります。はい、めくり、あ、ごめんなさい、あれ、めくります。はい、で、何もない。で、リュウジさんです。私。はい、今のところ多分なさそうなので、はい、これを、はい、出します。で、こういうことよね。そうです、はい、何にも合ってない。はい、で、次私ですね。はいはい、これで一緒のやつを取ります。はい、で、めくります。はい、何もない。リュウジさんの番です。多分これ何もないっぽいな。あ、じゃあ出さなあかんのか。出さなあかんすね。はい、これ桜、はい、はい、ドン、これ一緒ですね。はい、はい、これカスか。
それカス、これがね、カスで、これが種ですね。種。はい。はい。で、次私いきますね。はい。取ります。はい。あ、俺下手くそなんやな、多分これ。で、めくって、これで、ここで私は、タンが5枚。集まったので1ポイントなんですよ、うん、ただまだもうちょっとターンが取れそう。でもあっちは参考のリーチかかってる。いやまだ俺の方が勝率高い。こいこい、ここでこいこい出ました。でリュウジさんの番です。俺の番。はい。じゃあこれ何もかぶってない。ドン出た。何もかぶってない、はい、私の番取ります。はい。カスがいっぱい集まってきた。もう一枚めくります、はい、花、花ゲット、はい、で、1ポイントの状態なんですけども、ここでは終われないんですよね。ポイント取ってからじゃないとコイコイするか勝負するかできないので、うん、ここがまだ恋恋継続の状態で次リュウジさんになります。なるほど。はい。じゃこれや一緒。はい。ドンドンドン。何もない。はい。わしや。はい。これ。はい。月。はい。やけど。いやこれもこれいけるんやない。これいけるけど。うん。こっちに行きます。なぜ。すると。カスが10枚、あーなるほどね、11枚、うん、カスで2ポイント、タンで1ポイント、うん、合計3ポイントで勝負終了。で今3ポイント勝ってるわけです。はい、はい、なのでこれがもう昔ですよ、江戸時代1ポイント金1枚とかやったら金3枚。あくさダメ、ない、金3枚どこで江戸時代戻っとなんで江戸時代戻っと金3枚、うん、っていうことで、あっしゃあ、そんなんやったんや。そうです、そうです。なるほどな。かなりリスキーなことしたけどね、今こういう声でほんませえへんけど。あ、もうここにやばいから。そう、うん、でちなみにわしがこういう声した状態でこれリュウジさん取ってたら、うん、3個、5ポイントで、相手がこういう声してるからかける2、10ポイント、うん、じゃあ金10枚。そう、渡せ言うとって。はい、体で払いますってなってね、わしは。その時はな。金ちゃうよ、泥やから。これを金ちゃうよ。これをだからそう12ヶ月やるのか6ヶ月やるのか3ヶ月やるのか。なるほどね。はい。だからこれを取らんかったのはこれでカスがたまるからっていうことね。そういうこと。これを俺が取った方がやばいとかよりも終わらせれると。そう、終わらせれる。なるほどな。そういうこと。で、リュウジさんが光札集めてるから。わしはちょっとタンで攻めてみようかなとか、カスをいっぱい集めて攻めてみようかなとか。あ、攻め方っていうのはその強制終了ができるからそっちでやれるっていうのもあるわけね。あります。そうそう、ポイント取ったら こんなやってるけど。そう、なるほどな。いやー、おもんないねいや、この時間でおもろさわからへんよ。いや、まあむずいか、これを何回もやっていくっていうね。いや、そうやな。次やってる時は絶対ハマってるわ。ほんま、ほんまに。まあとりあえずこのチュートリアルは今回終わりましたよ。そう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 、ということですか、ね、これでもわしの説明不足の部分もあんねんな。なんかほんま脳みそ一回こうできる力があれば。むっちゃいらんねやけど。これ一度も入らんといてほしい。こあればお前の脳みそが入るとなんかいろいろそのむずいもん、なんかむずい言葉とかなくなりそうやから。俺の知ってるむずい言葉。舐めやがって。はい。これが恋恋です。はい。なかなかでしたね。今回長編じゃないでしょうか。そう。サマーウォーズとかだからこれの恋恋とかね。ああそういうこと。恋恋とかこうわあね。わあ。あれおもろいね。分かってからやと。イノシカチョウ5個とかな。あのというわけで。おもろいね。まあ、今回はおもんなかったという。悔しい。どうもありがとうございました。